ね、栃木読売編集長の相澤さんにお話をいただきたいと思います。本日よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今日は甘味三昧100回記念ライブということで、まずは開催おめでとうございます。 ありがとうございます。ライブの方いかがでしたか？なんか大変盛り上がりまして、想像以上に、いいコンサートでした。そうですね、もう会場に入りきれんばかりにお客様が見えてましたね。そもそもこの栃木読売さんで甘味三昧というのを始められたきっかけなんかはどういうきっかけで？まあ、白浜さんがとても甘いものについては強いということで、ぜひその紙面で紹介したいということで、広告社を通じてそんな話がありましたもんですから、ぜひということで参りました。じゃあもうすぐに篠原さんはこう書くことに快諾してくださったんですか？そうですね、なんかもう、ぜひ紹介したいという思いが強かったものですから、スムーズに運びました。なんかこう店を紹介するにあたってこう決め事とかってあるんですか？こう何か。もうそれは篠原さんにお任せで、かなり店内を中心に幅広く、隣接店も含めて歩いてらっしゃるということですので、あとはもうある程度篠原さんにお任せで。で、じゃあご自分でお店も探して？はい、そうですね。そうですか。で、読者の方の反響なんかはいかがですか？中高年の、女性の方中心にすごい人気がありまして、うちの方にハガキがかなり東京楽しみに読んでいますというのが、ハガキをいただきます。それはなんかこのお店の美味しかったとかそういうこともあったりするんですか？そうですね、掲載されますと大体お好きな方はそのお店で出向いてたくさん購入されて、こういるみたいなんですね。で、スクラップなどもしてくれてる方もいまして、紹介されると次々にこう出向いて購入に至れてる。それはいわゆる篠原さんの音楽のファンの方とはまた別にいらっしゃるっていう？ファンの方プラス、その掲載、甘味三昧の掲載を通じて初めて知ったような方もいらっしゃいます。逆にそのお店の方の反響っていうのはいかがなんですか？お店、掲載はすごくお客さんが増えまして、間に合わないぐらいな、その紹介したスイーツが、生産が間に合わない、すごいそうですか。じゃあ相澤さんとか栃木読売さんにとって今後その甘味三昧というのはどういう風になっていくと思われますか？もう1回でも多く掲載したいと思っていますし、いろいろ話などいただきます中にはぜひ本人と聞きというような話もありますので、そういったことも視野に入れて今後続けていければと思います。そういう今まで栃木読売さんで本にするっていうのもあったんですか？そうですね、じゃあ可能性は？そうですね、そば の連載を本にしたこともありますし、じゃあ現実的な話ではあるかもしれない。ですか。じゃあ今後も甘味三昧はどんどん続いていく？そうですね、そうですか。じゃあもしよろしければご覧の甘味三昧ファンの方に向けて何か一言いただけましたら。篠原さんはものすごくこう幅広くいろんなもうジャンルの甘味のお店を探し歩いていってますので、ぜひですね、そういった紹介されているお店に行かれてこう味を確かめるのも楽しいことだと思いますので、うちの紙面をぜひ読んでいただいて、お店周りなどしていただければありがたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、美味しかったです。